アスカド不評戦闘車は、オーストリアとスペインが共同開発した、離体式走行戦闘車両の一群である。オーストリアの主体はダイムラープフ社とスペインのサンタバルバラシステマス社との共同契約によって設計され、その後は分割統合などで再編された企業が、引き続き製造と工場型の計画を行っている。アスカドそのものは、スペインではピサロと呼び、 オーストリアでは、ロンと呼んでいる。アスカドファミリーには、走行不評戦闘車型の他にも戦闘式車両型、砲兵観測車型、迫撃砲車両型、修理会、オサム車両型、救急車両型、サム発射車,車両型、ATM 発射車,車両型、軽戦車型といった、いくつかの派生型がある。アスカドは、オーストリアとスペイン領陸軍で旧式となった M113。 装甲兵員輸送車のような軽装甲戦闘車両を代替するために設計された。ピサロのオーストリア型であるウランは彼らの重いレオパルトに a 4戦車を柔軟に保管すると期待されている。ウランは早期にオーストリア組へと配置され特に今後一層重要度が増すと予見される国連による軍事活動を必要とする国際的な紛争地のような提供度紛争や 期待小戦の場で将来長期にわたって効果的に用いられると期待される。最初のアスカドの試作車両は1992年には準備され試験が行われた後4年後には量産が可能になった。アスカドはオーストリアとスペイン両陸軍へ最新の走行能力を付与するには最適のものだった。広い視点で見ればピサロ計画は スペインの M113 装甲兵員輸送車、M60 戦車、そして M110203mm 自走榴弾砲を更新するコーラザ計画の一部であった。同時期にオーストリアで行われた同様の更新計画があり、2005年にオーストリア陸軍は112両のウランを導入し、スペインは144両を導入した。年にスペイン国防省はピサロ 最大356両の購入予定のもとに212両を約7億ユーロ発注した。グター・ダイムラー、パックスプリルファルテジア社では、ロシアの BMP-3 の砲塔と追加の装甲を備える能力向上型のウラン2を開発中である。2008年6月にグデルズ社は、KMW 社と共同で、KMW 社のエイジムシステムを アスカド2の車台に統合した 155mm 自走榴弾砲である、ドーナルの開発を明らかにした。一両の試作車によって、機動性と射撃性の試験が、ドイツで始められている。アスカドの基本型となる、不評戦闘車型は、電気機械式の前線開放等に 30mm 機関砲、MK30 から2を備えている。この二軸安定化されたメートル機関砲は、 マイナス10度からプラス5度まで、青部深角度を持ち、最大毎分800発で走行感射撃が行える。また、副武装として、機関砲と同軸に 7.62mm 機関銃を備えており、30mm 機関砲用には、速応200発、予備205発、7.62mm 機関銃用には、速応700発、予備2200発を搭載する。この武装は、 M2 ブラッドレイフ評戦闘車と CV90 のそれに、匹敵し、ノルウェーでの車両試験でも良好な結果であり、結局、スウェーデンの CV90 が敗れた。この方は、全対応デジタル弾道計算機と、中高、赤外線式、および、レーザー式即居装置を備えたインドラからのマーク -10 射撃統制システムの将来型では、新しい VC2 熱光学式画像装置に、 対応する予定である。装甲は、ピサロで最も厚い部分では、射距離500メートルからの14.5ミリメートル弾にも、耐えられるような厚い鋼鉄製の装甲箱で守られ、全周方向では7.62ミリメートル弾に、対する防護が可能な、厳重な装甲が施されている。さらに、砲塔の両側に、角2機計4機の76ミリメートル3発、発煙弾発射機を備え、 予備の円幕弾も12発格納できる。ピサロはまた限定的な数ではあるが、サブラー爆発反応装甲を備えており、さらに後には改良される可能性もある。しかし、後付け式の鋼鉄板だけでは3 0ト、mm、ルアップズ、弾に対する防護しか行えない。追加での対弾防護性能は、 車体正面60度強の範囲での車距離1000メートルの30ミリメートルアップフス図段に対する防護が最大であり、全周方向では車距離500メートルの14.5ミリメ、mm、ートル API 段に対する防護が行える。ディーゼルエンジンは、ピサロが 600HP のマトゥー s v 1 8 3手 228V90 を、 ウランは 720HP のマトゥー 8V1999 を搭載しており、それぞれ出力重量比は21と25で、いずれも良好な機動性を提供している。どちらも、レンク社製の HSWL106、新油圧機械式変速機と、前輪にトーションバーとトレーリングアーム式のサスペンションを備え、1番輪と6番輪は、ロータリーダンパーも備えている。 最小旋回半径は7.9メートル。ピサロは、前身では、最大時速70キロメートル、巡航時速50キロメートル、後退では、最大時速35キロメートルである。スペインの、ピサロ不評戦闘車アスカド・ピサロは、サンタバ・ルバラ・システマスによって製造された。これには、複数の派生型が存在する。オーストリアの、ウラン・アスカド・ウランは、 主体やダイムラープフ社によって製造される。本社はより強力な5 3 0ットの出力を持つエンジン及びコルズマン社製の射撃統制システムに変更されている。アスカド SV スカウトの試作車アスカド SV はイギリス陸軍のスペシャリストビヒクルプログラムに選ばれたアスカドの派生型であり、ジェネラルダイナミクス UK が製造する予定である。今のところ、 本プログラムのために4つの派生型が計画されている。アスカド SV では次の改良を含めて計画されている。本車両の重量は42トンになると見積もられている。国防省は陸軍向けの CVR の後継者としてスカウト SV という名称で本社の採用を決定し7両の試作車と能力検証のためにグデューク社と500万ポンドの契約を交わした。 予定通り開発と生産が進めば、第1バッジで400から589両、第2バッジで300両ほどが調達されることになる。2015年9月には AJAX の名称が与えられた。ありがとうございます。